ンポン。最近部室にコウモリが出るんですよ。マジか、追っ払わなあかんな。うちはたった追い払ったる。大船に乗った気持ちでいるんやで。わあ頼もしい。数は結構おるんか。いや、一匹だけです。へえ、そうなんか。わあ、なんかいる。我が輩は媒介愛一郎。後半すげえ日本風。まあ立てたよコウモリ。言ってたコウモリってこいつ。ほら、住み着くな。シッシッ。あかん、こいつ今までの登場人物が異常すぎて感覚が麻痺してやがる。ば、ばっかや。こっちがまあ普通の反応やるな。貴様ら、さては我が輩をバカにしてるな。どうれ、少し脅かしてやるかな。おい貴様ら、ヴァンパイアが何を飲むか知っているか。まさか人間の朝は青汁。血を飲め。はは、朝はと言っただろう。な、何。昼以降は体力をつけるために。これだ。うわあああ、血飲んでる。あかり血飲んでる。は、うますぎ。トマトジュース。血を飲め。貴様、まだ我が輩の恐ろしさが伝わってないようだな。今のところ健康的なおっさんじゃねえか。帰れ。というわけで我が輩の恐ろしさを感じさせる話をしてやろう。なんかエピソードトーク始まったんだけど。まず我が輩はカップルが大嫌いだ。何名前。一目をやると目の前に買い物帰りであろうカップルが野菜やら肉やら魚やらがたくさん入った買い物袋を分け合って持って我が輩の前を歩いていやがったんだ。ああ、めったわりな奴ら。わあ、めったわりな奴ら。何こいつ。そこで俺はこいつらを苦しませるために血を根こそぎ吸い取ってやったのさ。お前なんてことを。男性の血を吸ったのか。それともまさか女性の。魚の。魚のかよ。その流れで買い物袋に入ってる魚チューチューすんのおかしいだろうみたいな。何、我が輩をバカにしたのか。ここいらの魚の血を吸い取るぞこら。勝手にやれやボケ。あかり先輩に手を出すな。あおみちゃんくらい。十字架に人間の光当たって。やりすぎやりすぎ。いやおいおい、まさか消し飛んだんじゃ。残酷できた。微量なダメージ。よくもやってくれたな。よし、貴様らに我が輩の恐怖を刻み込んでやろう。まずはそうだな、貴様らの生き血をいただこうか。今さら謝っても許さんぞ。はははははは。おい、なんだ貴様。後ろ後ろ。はは、まずは貴様らの趣味をお伺いしようか。急に有効的になんじゃねえよ。皆さん、どうかなさいましたか。ひぃ、今日はこれくらいにしといてやら。なんやあいつ。てかこの部屋最近いろいろ出るんですよね。そうなんか。カッパとか雪女とか草キューバスもたまに出ますね。この部屋魔界かなんかな。